吉田亮ちゃん今舞台頑張ってるからみんな応援してあげて。早く会いたいな。いつも何時間ぐらい寝てる？うん、そうだね、7時間ぐらいかな。まあ、日によるけどね、ほんと。ほんと日による。待って、極行ったことある？あ、ほんと行ったことある。試験ないよ。ないわ。僕はね、美味しい。え、東海オンエアね、ずっと見てんの。で、気づいた？あのさ、ポッキーのさ、あのさ、ポッキー、あの、この前、いつだっけ？一昨日ぐらい？一昨日ぐらいにさ、なんかハッシュタグの動画載せてたじゃん、東海オンエアが。だから、ゆいもそれ見て、ポッキーの動画のハッシュタグ、インスタコラさっさってつけたの。気づいた？一人気づいてくれたの。これ使ってるってことは東海オンエア見てるんですかみたいな。東海はね、いつだっけな、高2ぐらいかな、高2ぐらいからずっと見てる。多分一番見てるかも、長く。好きな映画は、なんだろうな、一番好きな映画は、でもちょっと思い出しただけ結構好きなんだよね、ゆい。ちょっと思い出しただけとか、なんか明け方の若者たちとか、なんか最近そういう系の映画が好き。でもね、あのあれも面白かった、見えない目撃者。あ、イエスマンもね、面白かった。あ、てかね、そう、みんながね、おすすめしてくれた映画ね、ちゃんとメモしておいたから、あの、ゆっくり見ていくよ。甘みがでっかい。とろーり栄養、いただきます。クノールカップスープ。今、お家だよ。たまに振られたら今までおごった分返してって言ってくれる男いたから気をつけた方がいいよ。え、そんな男いるの？でも、あの、おごられっぱなし嫌なんだよね、なんかさ。わかる？なんか、おご、え、待って、ちょっとさ、思い出しただけ好きなんだよねって言ったらさ、え、これ今ランダムで流してんの、曲。曲流れたんだけど、すごくない？結構すごくない？え、何の話してたっけ？あ、そう、おごられっぱなし嫌なんだよね。なんかさ、あの、嬉しいんだよ。もちろん、あの、なんか、おごってあげたいなって、思ってくれて、あの、おごってくれることも嬉しいんだけど、なんか、そういうんばっかじゃなくて、なんか今日ジャンマケおごりな、とか、なんか、そういうノリ結構好きなんだよね。俺、ジャンマケおごりね、みたいな。このゲームで負けた方がアイスおごりね、とか。次のご飯ごりねとか、そういうのね、結構好きなんだよね。東海大好きだけど負けました。そう、結構ね、見てる。だからさ、あの、前さ、あの、哲也さんがさ、あの、なんか、このさ、誰だっけ、としみつかな、としみつさんが、あの、なんかさ、この、目にさ、なんか、ふわーってさ、透明のやつがさ、見えたみたいな感じで言ってさ、あ、ムスカイボリタンですねってさ、言ったじゃん。だから、ゆいね、それでなんか、ゆいね、あの、10文字のカタカナが好きなの、多分ね。10文字のカタカナが本当に大好きで、あの、語呂がいいじゃん、ムスカイボリタンテスって。そう、それでなんかすごいこの単語を好きになっちゃって、あの、エアドロの名前ムスカイボリタンテスにしてるもん。BTS もね、わかんない。あの、韓国、一時期、あの、韓国すごいハマってたけど、男性のグループはね、全然、あれ、わかんなかったな。女性グループの方がユイは好きだった。TWICE とか、20は韓国じゃないか。TWICE とか、何が好きだったかな。ブラピも好きだったかな。TWICE がね、好きだったの。瞬間が、この先、この先。すずめの戸締まりも見てきたの？すごい、早っ。消しゴムさんね。これから寒くなってくるけど、男の好きなアウターはスタジャン。
いや、ゆいね、首がさ、あるさ、コートが好きなんだよね。わかる？なんて言うんだろう、このさ、首がさ、この辺まで、こうやって、首があるコート。でも、ダウンジャケットも好き。灰色のダウンジャケット。灰色って言わないか、シルバーじゃないか。灰色か。灰色だよね。のダウンジャケットも好き。そういうね、そう、ムスカイボリタンテスね。10文字の方がなんか本当に好きなんだよね。ムスカイボリタンテスとか、ブリストルシュブンキンとか、ウンテルデンリンデンとか、あとなんだっけ、アウストラロピテクスも10文字かな。アウストラロピテクス。もう10文字だ。そう、こういう10文字のカタカナがね、本当に大好きで。そう、10文字のね、カタカナ集めにハマってます。趣味なんですかって聞かれたら、10文字のカタカナ集めかも。10文字のカタカナの単語。でもね、好きな10文字と嫌いな10文字があるんだよね。お気に入りの服って着たら毎回洗濯する。洗濯すると色落ちするからいつも悩む。え、色落ち、ゆいさ、色落ちで悩んだことガチでないんだけど。親に任せてるからかな。洗濯干すことしかしないからな。そう、洗濯はさ、もう親とかおばあちゃんに任せちゃってるから、色落ちとかね、よくわかんないんだよね。だから普通に毎回洗濯する。あ、そう、グレーだ、グレーだ、灰色じゃないわ、グレー、グレー、まあ同じだけどね。そう、首。だからね、なんかさ、首が隠れてる上着が好きなんかも。なんかさ、首がさ、隠れてるってさ、わかんない？今日着てたんだよね。これ。このさ、だからゆいさ、この前さ、ストーリー載せたよね。ちょっと待ってね。わかりやすくさ、説明してあげるよ。あ、こむ。初めてのアコム。おまえが、おまえが、おまえが、おまえが。おまえが。ソーリー。しっけ。ちょっとさ、ズボンがさ、長ズボンなもんで、滑るんすよね。ちょっと待ってね。よっこらせっと。よっこらせっと。よいしょ。やばい、埋もれる。これ。じゃあ首があるやつ。この首が長いさ、黒のこういう上着好き。そう、これあったかい。これ着てる、これの黒の、こうやってなってる、コートを着てる人好き。あと、グレーのダウンジャケット。かな。彼氏が欲しかった。無事下の女でいたかった。そんなの分かっていたけれど、やっぱりちょっと痛かった。離婚しないのは運が悪かった。男もこういう上着がいいの？うん。かっこよくない？この首があってさ、黒がいい。でも黒の首があること、ゆいさ、それ前言われたことある。芦田愛菜さんに似てる。似てなくない？申し訳ないんだけど。黒色で締まって見えるより灰色がいいの？ダウンジャケットはね、グレー好きかも。いや別に黒もいいけどね。ね、なんて言うんだっけね、調べたんだよな、この前。
杉内さん、本当にさ、詳しくないからさ、別に服のなんか種類とか名前とか、そう、種類とか名前とかわかんないからさ、顔小さい人じゃないと似合わないそのコート。そうか、顔周り、あ、Pコートだっけ。あ、Pコートかも。嘘、何、トイプードル顔、初めて言われたんだけど。それいいよね、いいことだよね。でも犬顔か、私。ゆい何顔、なんかさ、わかんないよね、自分何顔みたいな。ゆい、なんかさ、ゆいってほんとなんかさ、中途半端な顔してるからさ、なんかわかんないんだよね、どういう顔か。なんかほんとに人によるんだよね。なんかさ、大人っぽいねって言われる時もあるしさ、なんか幼いねって言われる時もあるしさ。でもそれはゆいの自分のメイクの度合いかな。でも最近さ、メイクしてもさ、なんかさ、カラオケとかさ、年齢確認されるさ、お店、年齢聞かれるお店行くとさ、最近ね、二十歳未満でよろしいですかって言われるの。違いますって。二十歳ですって。二十歳なのにさ、学生さんでいらっしゃいますかって言われる。二十歳です。見えるか？そんな。JK に見える？まあ、嬉しいんだけどね、別に。どっちでも嬉しいんだけどね。大人っぽいねって言われても、ありがとうございますってなるし、JK みたいだねって言われても、ありがとうございますってなる。本当にどっちでも嬉しいんだよね。大人っぽいねって言われるってことは、まあ、大人、綺麗になれたんかなってなるし、JK っぽいねって言われたら、なんかキャピキャピって感じで。可愛くて綺麗になれるのが一番いいと思う。私どっち？30代でも大学生に見える男は付き合える？なんか年齢ってさ、見た目じゃなくて性格なんだよね。性格が、同世代だったら、付き合えるかな。なんか話す内容とかさ、そういうのが合えば全然。両ひょうひょんビンビン両ひょうひょんビンビン。あー、確かに。でもなんかそのちっちゃい文字あるじゃん、ちっちゃい文字少なめがいいんだよね。なんか大文字で、大文字っていうの、大文字で10文字が好きだからね。ムスカイボリ探偵さ、本当にね、本当にね、ドタイプなんだよね。ムスカイボリタンテスとウンテルデンリンデン、もう本当にドタイプ。あー、でも確かに垂れ目かもしんない、ゆい。でも、DM 返してください。DM は皆さんにお返事してないのですいません。見てはいるよ。見てはいるよ。今日の特会も、今日はね、まだ見てない。垂れ目の男はどう？のゆい、だから動画の方が好きだから、垂れ目、どっちかって言ったら垂れ目の方が、いや、でもどっちでもいいな、それは。それはどっちでもいいかも。だからゆい、多分ね、なんか多分さ、好きになった人がタイプなんだよね。好きになった人がタイプって人だから、割と好みがね、あんまないんだよね。だからなんか別に釣り目の人も好きだし、垂れ目の人も好きだし、なんか可愛い系の男の人も好きだし、男らしい人も好きだし、何、うるさい人も好きだし、趣味読書ですみたいな人も好きだし本当にね、好みがね、ガチでないんだよね。本当に好きになった人がタイプなんだよね。海外のファンのために英語で何か言えますか？あ、イエスイエスイエス、もちろんもちろん。 Hello, my name is
ゆいたれぬま。I'm my? ん me? I'm, あ、ちゃ、I'm twenties. 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 I'm twenties. Have a nice day. Good day. もう眠くなってきたから寝ようかな。あ、そうそうそう。だからストライクゾーンは、ストライクゾーンは広い。と思う。うん。本当にね、好みがないんだよね。で、好みがないわけじゃないけど、理想はあるよ。理想はあるけど、理想はあるんだけど、そう、ストライクゾーンが広い。だから服装とかも、綺麗めも好きだし、韓国系も好きだし、なんだっけ、ストリート系も好きだし、古着系も好きだし、もう本当になんかその人に似合ってればいいんだよね。だけど、好きに履く人は苦手。ごめんなさい、もし好きに履く人がいたら。ちょっとね、好きに苦手なんだよね。最近彼女と別れたんですよ。そうなんですか。元気出して。そんな藁なんかつけてる場合じゃないでしょ。藁つけれるぐらいだったらいいけど。あ、 I'm 20 years old。 ワイヤレスワイヤレスのイヤホン買ったけどすごい使いにくい。あ、使いにくいんだ、ワイヤレス。まあ、でもゆいも確かに、ゆい未だになんだっけ、有線、有線。東海オンエアの動画何が一番好きですか。うわー、なんだろう。もう人参かな。あー、でもあれも好き。なんだっけあれ。題名忘れたんだけど、お母さんとお父さんと、娘と彼氏と、なんかその役割分けて、全員が被らないまでやるやつで、全員お母さんで出てきた動画。まあ、それがゆい一番好きかもしんない。お！第2子が生まれました。おめでとうございます。ごめんなさい。好きに履いてますが、フライデーのカレーが美しかった。いや、ありがとうございます、本当に。いや、好きにも好きです。ん？いいじゃん、女だよ。なんでそうなった？何？彼女と軽井沢行く約束してたけど、別れちゃって行けなくなっちゃったってこと？つら。じゃあ私が彼女と遊んであげるから、その心配はしないで、私が彼女と軽井沢行ってくるから。成人式の二次会って何来ますか？場所によるよね。どうなったんだろう。なんか話は進んでるっぽいんだけど、どうなんだろうね。ちゃんとしたさ、服なんかな。いや、なんだけど、ゆいさ、なんかさ、女の子らしい服装最近苦手だからさ。どうなんだろうね。なんかドレスみたいなの着るんかな。なんか普通に私服で居酒屋とかでいいんだけど、二次会。で、あるんかな、二次会。あ、違う。一次会はドレスなんか？みんなちゃんと。一次会はあれらしい。なんか、それは話してたわ。学年でやるみたいな。そう、学年で同窓会やるよ、みたいな話してて。二次会やるんかな？まだ全然話してない。まあ、でもなんか、中学校で仲いい女の子たちがいるんだけど、前ご飯行った時に、その後なんか飲み行きたいねみたいな話はしてたから、ワンチャンそこで二次会やるんかな。え、クラスでやるんかな。みんながやりたい。一応私委員長だったんですよ。これでもね、私委員長だったもんで、そうだから、まあ、みんながやりたいって言ったら全然頑張っちゃうよって感じなんだけど、どうなんだろう。
まあ、でもクラス全員で集まることはないかな。どうなんだろうね。男の先の尖った靴好き。なんか刺さるぐらいは嫌だかも。なんか靴はね、あのスニーカーが好きかな。男の人はスニーカーが好き。スニーカー履いてデートしよう、デートしよう。何歳までに結婚したいとかある？30ぐらいでいいかな。マジ全然今本当にあの友達、ゆいさ、あの本当に友達大好き人間なんだよ。本当に友達大好き人間だから全然結婚はまだ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 いいわ。いや面白いよね。タバコ吸う人、もういいかな。なんか前までは嫌だって言ってたけど、別にどっちでもいい。まあ、あの吸わないに越したことはないけど、どっちでもいいかな。でもなんかさ、タバコ、なんかタバコを待たされてる時間、あーでもどうなんだろう。まあ好きな人ならいいんじゃないですか。好きならいいと思います。あ、すげえ。てかまだ蚊いるんだ。蚊握りつぶしたんだけど、すごくない？結構ニット帽かぶってる人、全然あり、全然好き。あ、そうそうそう、相談なしで5人。あ、そう、コントだ、即興コントだ。そう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 、それ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 、その動画好き。そう、お茶会始めるのマジで爆笑しちゃった。あれ、成人式の日はオールした。いや、するよね。てかさ、ゆいさん本当にやらかしたことがあって、成人式行かなかったの？マジ？それ後悔しない？大丈夫？もう今更言ったってしょうがないもんね。そう、あの本当にやらかしたことがあって、あの1月さ、マカエンのライブあるじゃないですか。1月7、8でさ、そう、あの7に行こうか8に行こうかすごい迷ったのね。マカエン、マカエンのワンマンあるやんって思って、でうわーどうしよう、あ、でも土日だったら、そう、友達と行く約束してたから。で友達まだ学生なのね。でだから、そう、次の日学校だから、日曜日じゃなくて土曜日の方がいいかって思って、そういう考えで、あ、じゃあ、7日だっけ、7日にしようって思って、そう、7日にしたんですよ。でそれで当たったんですよね、ライブがね。そう、1月7日魔界のワンマンが当たったんですよ。でよっしゃ当たったと思って、でカレンダーに、忘れないようにね、カレンダーに書き込むじゃないですか。カレンダー開くじゃないですか。そしたらなんと、あの次の日成人式だったんですよ。あれって思って、そう、次の日成人式だったんですよ。めっちゃ忘れてて、そう、あの魔界のライブを忘れてたんじゃなくて、成人式の方を忘れてて、めっちゃ辛くない？だってさ、ライブってさ、どうせさ、多分遅いでしょ、帰るの。帰るの遅いじゃん。で、成人式の日ってさ、女の子はさ、朝早いじゃん。ライブでさ、帰るの遅くてさ、次の日さ、朝早くからさ、成人式の準備してさ、めっちゃ大変だよね。もう超忘れてたの。だから本当に、あの、友達のことを考えて土曜日にしてよかったなって思った。もしさ、これでさ、何も考えずにさ、日曜日でいいやとか思ってさ、あの、日曜日にさ、応募してたらさ、成人式、あ、でも成人式の方行くか。ライブ行けなかったで。本当によかったよ。マジでよかった。誰か魔界行く人いないの？いや、マジ危なかったよ、本当に。危なかったっていうか、もうアウトだけどね。やばいよね。そう、友達もさ、気づかなかった。友達も気づかなかったの、それにね。でさ、待って、魔界の次の日成人式やんって言ってさ、ほんとだとか言って。やばいよね。2次会やるんかな。ゆいは、別にやりたいけどな。でももうさ、中学の同級生とかさ、同じ、あ、でも同じクラスは割と
女の子仲いい子今でも遊ぶ子いるからあれだけど、どうなんだろう、全員が全員仲いい、でも仲良かったんだけどね、ゆいの、あのゆいが中学の時の最後のクラスは仲良かった方だと思います。でもつまんないかな、え、みんなどんな感じなんだろう、この時期でもインナーに、インナー、ん？インナーに半袖着る？あ、インナーに半袖？ロンティー、ロンティーかな？今ロンティー。俺も中学院長だったけど成人式行かなかった。そうなの？いや、成人式は行くよ。絶対に。意地でも。意地でも行くよ、成人式は。私何時なんだろう、成人式の日美容室早いよね多分ね、だって5時の人とかもいるっしょ多分。あかんですんで忙しいわ、そういう結構さライブの引きよくて、1月魔界に行くでしょ、で3月にクリープハイプで4月にサウシー行くんだよね、でこの前ヤンスキ行ってきたし、ゆいさ、そう、ライブさ、外れたことないんだよね。100発100中。すごくない？早起き。でもね、ゆい、マジで寝起き。本当に、あの、栃木県で一番寝起き自信ある。え、本当にゆい、ガチでね、寝起きいんだよね。あの、なんか、あー、起きれない、みたいなのはない。目覚ましになったら、って起きる。なんならもう目覚ましになる前のさ、目覚ましになる前にさ、ちょっとだけさ、なんかブーってなるじゃん、もうその振動で起きるぐらい本当にね、それは言い過ぎかもしれないけどでも本当に寝起きはいい、本当にね、寝起きはね本当に褒められる、いいでしょう。私の成人式、ゆいちゃんのイベント被ったから迷うことなく、え？そうだったの？声でか、私。やめて、本当に。え？イベント被って私の方来てくれたの？本当に？マジで？それさ、こっち来てよかったなって思ってくれた？大丈夫？ありがとうね。そうだったんだ。やば。やばいじゃん。マジ？ありがとうね。危ない、危ない、危ない。目覚めてから起きるまで20分はかかるけど、どうやったらよくなる？いや、もうそれは生まれつきでしょ。いや、本当に昔から寝起きだけはいいからね。やばいやばい、クリスマスの曲流れちゃう。あ、やばいやばいやばい。やばくはない。やばくはないんだけど。やばくはないんだけど。クリスマスの曲はあんまり流したくない。え、そうだから本当になんか、あの軍隊とか多分向いてる、あのなんかパーパラパッパーみたいなさになったらさ、パって起きるじゃん。え、だよね、軍隊の方ってそうだよね。いマジで本当それもうパー、もうパーぐらいでパーって起きる。あ、え、そう、ゆい食べた後眠くなる体質。え、そうだからなんかゆい、あの本当におでこがね荒れやすいの。おでこが荒れやすくてずっと悩んでたんさ、なんでこんなおでこ荒れるんだろうって思って、あの前さ、あのスプレーしてたの、あのなんだっけ、あのヘアスプレーしてたんさ、だからそれがさ荒れる原因なんかなって思ってやめて、まあ、ちょっとそれで収まったんだけど、まだね完全に治ったわけではなかったのね。なんでだろうなって思って、針行ってるじゃん。で、そしたら、針の人が、なんか、おでこ荒れちゃってるねって言ってくれて、で、そうなんですよ。どうすれば治りますかねって言ったら、あの、おでこが荒れるのは、あの、食べた後、すぐ寝るからなんだって。え、バレちゃったと思って、そう、バレちゃったと思って。本当にね、食べたらガチで眠くなっちゃう人で、そう、食べたらね、すぐ眠くなっちゃうんですよ。だから、あの、食べて、食べた後は、あの、な、ん？
短くても1時間はちゃんと姿勢よくしててって、そう、食べた後1時間は姿勢よくしててねってアドバイスをいただいたんで、それから食べた後はちゃんとなるべく寝ないようにしてます。たまに寝ちゃうけどたまに寝ちゃうんだけど、ごめんねじゃなくて楽しかったの一言でいいのよ。好きなおにぎりの具は、なんだろう、おにぎりあんま食べないからな、なんだろう、でもこの前ほら撮影とかあるとさ、おにぎりとかがさ用意されてるじゃん。自分では買わないからちょっとわかんないんだけど、この前なんだっけ、おかかのおにぎり食べたんだけど美味しかった。それはおにぎりあんま食べないからわかんない。あ、イクラかな、イクラはね、あ、イクラだって思って買ったことはある。ガラダトンソン、ゆいさん、1時間以上やってる？ゆい、ライブさ1時間以上やってる？もしかしてやばくない？待って、びっくりしたんだけど、やば、もう終わりにする、びっくりした、ゆいさ、マジさ30分ぐらいで終わりにしようと思ってたんだけど、やばくない？びっくりしたんだけど、ちょっともう終わりにするね、びっくりしたゆいさ、ほんと30分ぐらいで終わりにしようと思ってて、てかさゆいさ、なんかさライブ見てる人見れないんだけど、これさ、ライブ見てる人ってさ、どうやって確認すんの？え、このさ、数字のところさ、押せばいいってさ、みんな教えてくれるけどさ、押せないんだけど。押してもさ、何もなんないんだけど。え、びっくりした。マジでびっくりした。やばくない？いや、もう寝る。さすがに寝る。本当に今日は皆さん見に来てくださって、ありがとうございました。本当にこんな遅い時間まですいませんね。なんか、11時半ぐらいから始めたんかな？そう、だからなんか30分ぐらいね、話せればな、そう、寝る前に30分ぐらい話せればなって思ってたら、もう、1時間以上やっててびっくりしました。本当に。ってことで、もう終わりにしたいと思います。本当に皆さん、ありがとうございました。ライブのところ押してみて、何分やってるの？あ、だから押したら、1時間以上やってたんで、びっくりしました。自分の名前？何？え、ほんとだ！あ、これで見れるんだ。あ、こっちになったのね。え、前までさ、このさ、何？視聴数のところ見るとさ、あれだったじゃん？名前の方になったんだ。なるほどね。ありがとう。サンキュー。そう、結構元気っ子で、グラビアのイメージとギャップありますよね。そう、いい意味のギャップだったらいいんだけど、そう、なんかすいませんね、本当に喋りすぎちゃって。本当に、気が緩むと、無限に喋れちゃう人なの、本当に私って。本当にずっと喋れちゃう人だから、怖いよね。ていうか、でも、本当に終わりにします。本当にみんな寝てください。ありがとうございました。じゃあ、おやすみ、バイバイ。寝るね、もうおやすみ、バイバイ。ありがとうね、見に来てくれて。